はい、こんばんは、つぐきです。ちょっと僕の声おかしいかもしれないですけど、すいませんね、声が変だと思いますけど、あの喉の調子が完全には治ってないみたいなのでそれでおかしいんだと思いますけど、すいませんね。はい、まあ久しぶりに動画出したんですけど、久しぶりに撮ってるんですけどね、まあ1週間ぶりですかね。はい、まあ、先週の土曜日ぐらいに病院行ったんですね、僕ね。はい、それでなんか鼻入れられたんですね、なんか。はい、入れられて検査した結果ですね、インフルエンザ A 型にかかったみたいなんですね、僕ね。はい、インフルエンザ A 型に感染していたみたいで、はい、まあそれでなんか薬とかももらってですね、飲むやつとなんか吸うやつ、はい、でもなんか吸うやつがあるんですね、それももらって行ったんですね。はい、まさか僕インフルエンザ、まあ僕一応以前にもインフルエンザかかったことがあるんですけど、数年前ぐらいにもかかったことがあるんですけどね、はい、まあその時はちょっと高熱もあったんであれだったんですけど、まあ今度のインフルエンザはですね、僕は高熱はなってないんですね、はい、ただの微熱程度なんですね、てっきり風邪かなって思うほどのね、はい、まあ大体体温計測ったら大体37.9度、この数 37.9 ぐらいですかねまあそのぐらいだったんですけど、はい、ただの微熱だから単なる風邪かなと思ってたんですけど、まさかインフルエンザにかかってたとは思わなかったですね。はい、まあね、インフルエンザってなんか高熱のイメージがあるじゃないですか高熱になってる人がなんかなるっていうイメージがあったんですけど、なんか微熱でもあれですね、インフルエンザになるっていうのがあるみたいですね。はい、まあ本当にね、病院行ってたらですね、なんか他にインフルエンザにかかってますよって診断されてる患者さん結構いましたね。なんか流行ってるみたいですね、インフルエンザ。はい、まあ、僕の職場でもなんかインフルエンザに感染している方いるみたいで、はい、うん、まあ本当土曜日から、まあ、火曜日ぐらいまで、まあ、火曜日もなまではまあなんか変なだるさがあってですね、大変でしたね、ちょっとはい、まあ今はまあ微熱とかはないんですけど、熱とかはね、はい、ないですけど、まだちょっと喉の調子はそんなにあれかなというのもあるんですけどね、はい、まあ、食欲もそんなに今のところまだそんなにはないですねはい、まあ、今日からは仕事は行ってるのであれなんですけども、今は大丈夫ですね。はい、はい、まあ、てなわけで今日は、まあ、今日はもうこれぐらいで終わりますね。はい、ご視聴ありがとうございました。では失礼します。